KH-22 は、ソビエト連邦のラドゥガ設計局が開発した、長射程空対艦ミサイル。西側諸国においては、アメリカ国防総省識別番号としては、AS-4、NATO コードネームでは、キッチンと呼ばれた。アメリカ海軍の航空母艦や空母打撃軍に対抗することを目的としており、通常弾頭と核弾頭が用意される。 第二次世界大戦における海戦の分析が終わった1940年代終わりから1950年代初めにおいて、ソビエトの軍事研究者は、大規模な海戦が起こる時代は終わり、これからは仮想的に対抗する際に、同じ大規模の艦隊を用いずとも、遠距離攻撃手段により、目的が達成されると考えた。巡航ミサイルが、 それまでの航空機による爆撃を置き換えつつあることから、ソ連空軍とソ連海軍航空隊の司令官は、爆撃機をミサイル運搬手段に転換し、海岸沿いや離島にある飛行場から接近する敵の艦隊や任務部隊を迎撃できることとした。この目的に沿って、ラデュガ設計局は、KH-22 を開発し、ツポレフツ -22 の兵装として使用した。 KH-22 は TG-02 と RF 内を燃料とするいざる液体燃料、ロケットエンジンを使用し、最大飛翔速度マッハ4.6、射程 600km である、高高度飛行と低高度飛行の2モードを持つ。高高度飛行モードでは 27000m まで上昇し、高速で目標に向かって急降下で突入する。この時の速度は、 マッハ4.6に達する。低高度飛行モードでは12000メートルまで上昇し、マッハ3.5で観光化し、最終接近時には500メートル以下の高度を取る。ミサイルは電波高度計とジャイロスタビライザーによる自動飛行アクティブレーダーホーミング方式で誘導される。ソビエトにおける死者では、1000キログラムの成形作薬弾頭を使用した際に直径5メートル、 深さ12メートルの穴を作った。KH-22 の運用開始は1962年であった。主として発射プラットフォームには、S-22M、バックファイアが用いられたが、S-22K や S-95K-22 も使用された。S-22M3 に搭載された、KH-22、S-22M3 に搭載された、 KH-22 当初は2つのバリエーションが製造された。1つは大きな通常弾頭の KH-22 で、もう1つは3 5 0 1 0 0 0トンの核弾頭を持つ KH-22N であった。1970年代半ばに対レーダーミサイルとして KH-22P が追加された。1 9七十年代に新たな攻撃プロファイル。 射程延長、データリンクによる中間誘導更新などの機能を持った KH-22M と KH-22MA にアップグレードされた。ウィキメディアコモンズには KH-22 に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。